大陸から黄砂が拡大しているようですが、日本各地に飛来する可能性はありますか？はい、12日の、ね、水曜日が、その対象となりそうでして、まず、ね、天気図をご覧いただきましょうか。これ12日の朝9時の予想天気図なんですけれども、日本列島この前線が通過をしていきます。はい、この前線付近で広く雨が降る見込みなんですけれども、この前線の後ろ側、大陸からの気団が入ってくる見込みでして、いわゆる黄砂ですね、中国大陸でこう巻き上げられたこの砂漠の砂が日本列島にこの水曜日頃にやってくる可能性があります。はい、でその流れを見たものがこちらです。これが12日水曜日の午前0時です。でご覧の通り、大陸方面からこの黄砂じわじわと日本列島に接近をしてきます。前線 の後ろ側に控えているような状況でして、12日の、ね、日中帯、特に九州ですとか東北地方中心に空が、ね、霞むような濃さで入ってくる可能性があります。はい、大きく日本列島に、ね、非常に濃いまま来る形ではなさそうですけれども、やはりですね、前線が通過して天気が回復したところも、洗濯物の外干しなどはこの黄砂お気をつけいただきたいと思います。はい、最新の情報はアプリウェザーニュースからもご確認ください。